サウンドジュリアです。今日はですね、こちらにあるエアパルスをダブルスタックにして鳴らしてみました。こちらの下にあるのは店の店頭展示用で、こちらの上にあるエアパルスはお客様に購入いただいたものです。で、購入いただいたお客様の希望で、このエアパルス2本で、15、6万なんですが、それですごい音になるんだったらこれはありだよねっていうことで、ちょっと実験をさせていただきました。で、まあペアの時よりこの2ペア4台で鳴らす方が倍以上の鳴りっぷりになりますので、ちょっとフュージョンのえぐいやつを演奏させてみたいと思います。まずダブルスタックで、鳴らしまして、途中で、ダブルスタックの下だけにしてみたいと思います。ちょっとやってみます。ダブルスタックで鳴らしてみました。こちらは、お買い上げいただいたものですので、この後お返しするんですが、もう、1セット、A300 Pro がございますので、その下に A300 Pro、 上に A80、 これでダブルスタックにしたらどうなるのかっていうのを次回やってみたいと思います。今日は以上です。